クリス・ミークは、イギリスの北アイルランドダンガノン出身のラリードライバー。2009年のインターコンチネンタルラリーチャレンジチャンピオン。世界ラリー選手権では35歳で、初優勝した遅咲きのドライバーである。クイーンズ大学ベルファストで機械工学を収め、ラリーチームの M スポーツでカナダドルエンジニアとして働き始める。2000年21歳の頃に、 ラリーに初挑戦。2001年は、プジョ106スーパーカップに参戦。その活躍が1995年の w r c 用ジャコリンマクレーの目に留まり、全面的なバックアップを受ける。2002年は、フォードプーマ S1600 をドライブし、イギリスラリー選手権のジュニアクラスでチャンピオンを獲得。同年のラリーギガバイトにて、WRC デビューする。2003年より、 ジュニア世界ラリー選手権にオペルコルサ S1600 で参戦。2005年はクロノスレーシングのシトロエン c 2 s 1 6 0 0をドライブし開幕戦モンテカルロで JWRC 初優勝。年間ランキング3位となる。2006年まで JWRC に参戦するも資金不足により2007年は活動の中心をアイルランド選手権に移す。ミークの トップドライバーへ、道は立たれたと思われたが、2009年に、プジョー UK と契約し、インターコンチネンタル、ラリーチャレンジへ参戦する。ユニオンジャックのカラーリングをまとった、ョー 207S2000 をドライブし、出走9戦中4勝を挙げ、国際レベルのシリーズで自身初のチャンピオンを獲得する。2010年は1勝を挙げるも5度のリタイアを数え、年間ランキング3位となる。 2011年、WRC に新規参戦するミニとワークスドライバー契約を結び、ワールドラリーカーミニジョン・クーパーワークス、WRC の開発を担当する。テスト参戦の初年度は6戦に出走し、2戦で入賞。しかし、2012年は、チームの資金難により、ペイドライバーにシートを譲り、WRC 出場機会を得られず、 ミニの活動自体もこの年限りで終了する。2013年は r コカーのプジョー 208T16 の開発を担当しながらシトロエンの招兵を受け WRC2000 にスポット参戦する。いずれもクラッシュに終わるが2014年からシトロエンのワークスチームのレギュラーシートを確保しシトロエン DS3WRC をドライブする。チーム代表イブマトンはミクの起用は かけだったと明かしている。2014年は開幕戦モンテカルロでの WRC 初表彰台を含めて3位を4回獲得し、年間ランキング7位。ドイツでは 3SS を残して、総合首位に立つも自滅クラッシュし、早いが安定感に欠けるという評価を覆せなかった。2015年のアルゼンチンにて、WRC 初参戦から13年、57戦目に、 して初優勝を果たす。英国人ドライバーの WRC 優勝は2002年サハリのマクレイ以来となり、優勝インタビューでは涙ぐみながら2007年に高い下マクレイに勝利を捧げた。年間ランキングは5位で2018年まで契約を延長し、名実ともにシトロエンのエースとなる。2016年はシトロエンが新規定の WR カ開発に専念するため、 ワークス活動を1年間休止。ミイクは、サテライトチームの PH スポールから、スポット参戦となるが、ポルトガルで2勝目、フィンランドで3勝目を獲得する。フィンランドでの勝利は、英国人ドライバーとしては、初の快挙であった。2017年、新車、シトロエン C3WRC をドライブし、メキシコで4勝目を獲得。この時余裕の首位であった。 最終 SS でコースアウトし、観客用駐車場を迷走した末にコースに復帰し、過労じてリードを守りきるというドラマを演じた。その後は大転倒を繰り返すなどしてスランプに陥り、チームから一時休養を命じられる。復帰後のカタルーニャではチャンピオンであるセバスチャンオジェを圧倒するスピードを見せ5勝目を獲得する。 しかし中盤でのスランプが響き年間ランキング7位に終わった。2018年は開幕戦モンテカルロで4位、メキシコでは3位表彰台を獲得しまずまずのスタートを切るもアクシデントやクラッシュは減らず、第6戦ポルトガルでは雑木林に転落しマシーンは大破した。シトロエン陣営は安全上の予防措置という理由で、第7戦以降のミイクの出走予定をすべて取り消した。 参戦打ち切りの後、ミイクはラリー界から距離を置いていたが、同シーズン中に、フィンランドにあるトヨタ画像ーレーシング WRT のファクトリーを訪れ、トヨタヤリス WRC をテストした。監督の富キ記念はもともと、ミイクを高く評価しており、チーム立ち上げの際は、ミイクに声をかけたこともあった。果たしてシーズン終盤にはシトロエンへ移籍するエサペッカ、ラッピと入れ替わる形で、 トヨタ加入が決定した。2019年より固定性となるカーナンバーはこう選択した。2019年開幕参戦は堅実にポイントを重ねるが、なかなか表彰台に届かず、シトロエン時代から続いているスランプから抜け出せずにいた。第7戦ポルトガルでは終盤までチームメイトの夫、田中と優勝を争いながら、最終 SS でクラッシュして、 トヨタのワンツーフィニッシュを不意にした。しかし、第10戦ドイツで遺跡後初となる2位表彰台を獲得。このラリーでは、チームメイトの田中が優勝、ヤリーコールマティラトバラが3位となったことでトヨタとしては2017年の復帰後初の表彰台独占を達成した。しかし残りの3戦ではギガバイトで、初日周囲を改装した以外は、成績が振るわず、 チームのマニュファクチャラーズ選手権も防衛できなかった。年間ランキング6位でシーズンを終えたが、シーズン終了後シートを失った。2020年は、A p c 第2戦インターナショナルラリー・オブ・ワン・ガレーに、松田に AP4 で出場することが決定した。クラッシャーとしてのイメージが強いが、人柄は至って真摯である。かつた木本は、ミイクと会うなり、電話番号を交換してくれ。 何か聞きたいことがあったら、いつでもここに連絡すると良いと言われたり、テストでも横で全開ドライブをしてもらえるなど、親身に面倒を見てもらったという、ありがとうございます。